さんこんにちは。あ、文字数が応募しちゃった、どうしよう。皆さんちょっとだけ待ってくださいね、すいません。こんにちは。今日は出口ゆいなさんと一緒にコラボ配信をしていただくことになりました。ちょっとギフトの方がね、いつもみたいに全部は読めないと思うので、また後ほどの配信で読ませてください。じゃあこれ多分受信リクエストが来るのかな。ゆいなさんからの、こんにちは。こんにちは。これはコラボ配信のところに、あ、来ました、ゆいなさん。よし、皆さん、ゆいなさんとコラボ配信します。わかんどこだね。お、見えてる、よかった、ありがとうございます。ゆいなさん、出口ゆいなさんが来てくださいました。お忙しい中ありがとうございます。全然です。全然、みんな星投げてあげてください。嬉しい。やば、よかった、教えてもらって。すごい、もう朝の6時ぐらいから LINE 来てたから、もう早起きやなと思いながら楽しみすぎて、うん、いつもめっちゃ、いつも配信の30分前ぐらいに起きるんですけど、うん、今日は3時間前ぐらいに起きました。マジで、ね、早っ。私はすっかりさっき起きました。皆さん珍しいですよね、私がこんな早く起きるの。あ、そうなんや。あ、投票オープンにしてあげた方がいいか。そうね、星投げるならわかったんの方に投げてあげて、みんな。ありがとうございます。オンラインお話し会覗き見してるみたいって言われてます。おもろい。そうね、来て、オンラインは来たことある、うん、オンラインはない、オンラインお話し会は何回か行ったことあるんですけど。え、見たやろ。家からのやつ。ん、家からのやつ。家からです。もう、あ、そうなんや。あれか、もう結構前なんですけど。私も家やった、わからんか。でも、いや、家でやってるかとかわかんないですね。そうやな、家からやってた時期もあって。なるほど、そうなんですね。家からやってた時期からやっと会場のオンラインになったりしてたから。なんかめっちゃ覚えてるのが、うん、私が、うん、あのグレイルの服着てて、うんうん、でなんかゆいなさんに、なんか私もそれ持ってるみたいな言ってもらったの、めっちゃ覚えてます。水色の服、水色の服、あ、そうかもしれないです。あ、覚えてるわ。一人だけやもん、その子、その服着てたの。めっちゃ覚えてる。うん、覚えてます。意外と遠くないようで覚えるタイプだから。嬉しいですね。やばい、ほんまにオンラインお話し会してるみたいになっちゃって。そんなことないよ。もう一メンバーですから。皆さんは覚えてるかも。なんか、やっぱ顔と名前一致するのは結構時間かかるタイプやけど、うん、もう一回来てくれたとか、うん、あの、ないトーク、な話の内容とか結構覚えてるかも。なんか今の朝の話聞いて意外と思い出す。嬉しい。うん、そうね、覚えるタイプ。どう、入ってみて。私の方、オンラインやってるっけ。いや、握手会は2回だけしました、この前の横浜と。なんかもう、
現実世界な現実になったんやって感じです。あーそっか。そうやな、初めて分からんもんな。なんか新しいことばかりすぎて、うん、分からなさそう。なんか9期は結構 NMB のファンやった子が多くて、うん、あそうなんや。だからみんななんか夢、初めの方は夢の世界みたいな感じで言ってました。ねー、そうなんや。確かに、西尾はもれいこちゃんとかいたっけ。うんうんうん。ロッキー逆に少なかったから。ああ。うん、なんか、ガチファンっていうよりは、なんか、遠くから、あかりさん、あかりさんの影響めっちゃ受けた世代、うん、世代やから、私たちは。うんうんうん。みんなあかりさんやった。あかりさんの YouTube、あかりさんの YouTube って入ってた。そうなんや。でも結構、うん、確かに吉田あかりさんも結構なんか大きいですよね。影響力。はい。あった。私もあかりさんおらんかったら NMB 入ってなかったと思う。うん、それぐらい。あに感謝です。みんなに。そうやな。いやー、頑張って、あと明日までか。はい、明日までなんです。どう、初めての配信。でもなんかこう今まで3時間とか配信したことなくて、うん、そっか。1人3時間できるの？そうなんです。あー、なるほどね。だからかぶったらかんのか、同じチームのこと。いや、そういうわけでもないんですけど、まあでもなんかこう、うん、3人1組で総合ポイントで競うんで、うん、かぶっちゃうと違うこのファンの方が来にくいとかで結構ずらしたり、ね、大変や。確かに3人でやってるの初めてちゃうかな。え、本当ですか？うん、見たことない。3人でやってる、ある？確かにキャンプっても初めてちゃうかな。大体あれですよね、個人ですよね。うん、個人でやってるかな。そう、あだから変な感じ。みんながでもいいよね、絆は深まりそう。そうですね。でもなんかこう、寝坊とか絶対できひんっていう焦りが。確かに。から チームやもんな。私やったことあるわ、ショールームで一回寝坊。いる時間。しっかり。いや、でもね、大事よね。今のうちにやっといた。なんか絶対あるよな。入ってきたら絶対あるイメージ、こういうの。ゆいなさんもありますか、イベント出たこと。あった。私は、エモストかな、初めてなのは。うん、エモストの、エモストが一番最初に始まった頃に、誰が出演するかみたいな、出演権を上位5人が出れるみたいな。やつ。で、その時バラエティめっちゃ出たかったから、うん、今も出たいけど、それでめっちゃやったの覚えてる。なんかコツとかありますか？配信してた頃に、こうしたらいいみたいな。私は、全部企画やってた気がする。多分もう何の企画やってたかもほとんど覚えてないけど、なんか朝からそれこそ昨日喋ったのモンコタンメン食べたり、朝からあとラジオ体操したり、うん、なんかいろいろしたな。あとなんかコスプレとかめっちゃしてたかも。ああ、うん、コスプレ。あとタワー投げてくださった方に、うん、あのめっちゃ想像で絵描いたりはしたかな。すごい、うん、してて、今でもそれをトップガンにしてくれてる人とかいる。すごい、うん、あんま描く機会ないし、うんうんうん、そうそう、だから描いてこうやってスクショしてもらって、なんかピアノを弾いてたかも。なんかショールームの、うん、ゆいなさんのショールーム、私あのコロナ禍の時に、うん、ゆいなさんのショールームとインスタライブを見るのが生きがいやったんです。マジ待って、めっちゃそんな考えてなかったよ。やばいやばい、私のショールームなんかもうやばいと思う。もうなんかショールームとインスタライブとファンルームの配信が一番数やねん。ね、テンション上げようとも思ってないから、なんかファンの皆さんに素を届ける場所やと思ってるから、大丈夫。なんかよく言われんねん。なんかこんなことしたの。ほんまによかった。楽しくてずっと見てました。
なんか、何のリップ使ってますかとかコメントしてました。絶対答えるやろ、私。ロム&ノーとか言って。ロム&ノーめっちゃ使ってた、正直。しっかり見る、確かに。なんかな、はい、もう、劇場とかでテンション上がっちゃうからさ。うんうん。なんか、ずっとテンション高い子だと思われてもあれやから。ロム&ノーはそのテンションでいつもいるから、マジで声低い時も、大丈夫ですかみたいな。全然誰も思わなかったですよ。ほんまに今日元気ないですかみたいなめっちゃ言われたりするよかった、それなら。なんか誕生日の時に、うん、なんかゆいなさんに、そのなんか、うん、推しにおめでとうってなんか言ってもらいたいみたいなファン心理があるんですよ。うん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 。で、あの、誕生日の時に、あの、うん、今日誕生日なんですみたいなの送って、うん。そしたらゆいなさんが、なんかおめでとうみたいな言ってくださった時のがあって、でその時の、ショールームまだ画面録画で持ってますめっちゃおもろい。マジ2,3 年前ぐらいです。2,3 年。確かに今はあんまインスタライブとかしへんくなったけど、コロナ禍は確かにしてたかも。そうなんです。うん、まあでも確かにあんまり私喋り出す語り出したらファンの人のコメント見えへんくなるタイプやけど意外とステイヤーを呼んでるから確かに、ひよっちゃうかも、誕生日は。確かにな。アーカイブとか残してた時期か。うん。か、せー、そういうもんなんですね。なんか、勉強になります。あんまり分からへんから。ほんま、よかった。なんか、瞬発的に言っちゃうからさ、何が喜んでもらえるとかあんま考えて、おめでとうみたいに言っちゃうタイプやからさ。なんか、あ、そっかそっか、よかった、それで。正解の道を歩んでてよかったもう一言一言が嬉しいんです本当にそっか。いや、私もやっぱなんかファンの方の気持ちになってかな、アイドルになりたかったなってめっちゃ思う、やっぱり。あ、なんか物事をやるときに何が喜んでもらえるんやろうっていう考えが遠回りになっちゃうから、うんうん、あ、そういう面でやっぱレイコちゃんとかがすっごい分かってる、分かってるというか、うんうんうん、こうした方が嬉しい、あした方が嬉しいっていうのがすごく分かるタイプやから、うんうん、なんかすごいなって思う、やっぱりねえ、うん、なんかレイコさんとかグッズとか考えるのすごいですよね、うん、そう。でも多分それもあのファンの時の時代に出してほしかったグッズとか、うんうんうん、今やったらとかめっちゃ考えてると思う。私やったらさ、これが欲しいとかになっちゃうからさ、うん、うんうんうん、なんかそういうすごいなって思う、大きく見れるのが。だから大事なこの感というか、うん、喜んで喜べる感覚というかね。え、でもなんかこうファン時代にそう嬉しかったこともあるけど、実際、うん、なんかアイドルになるとなんかこれを 言って喜んでもらえるのかなって不安になることもめっちゃあります、うん、ああそうなんや。確かに最初は悩んだな。何なんかどの言葉喋ってもさ、うん、これはこの人にいいかもしれへんけどこの人にはマイナスの言葉になるんかなって考え方一緒さ同じ言葉一つ言うのにめっちゃなんかしんどかったというか、うんうんうん、苦労したというか、なんかめっちゃ悩んだけど、なんか最近はもう伝えたい言葉だっけ言ってる。すごい。考えなくなっちゃった。慣れですね、これ。なんか MC とかもめっちゃ考えちゃいます。あー、そうね。今これ言って受けるかなとか。あー、そうね。MC は大変ね、結構ね。MC はなんか分かり、MC っていうものを分かり出してから大変になる気がする。あー。私も研究生、公演のゲネの時とか、うん、めちゃくちゃ喋っちゃって、なんか怖いもの知らずレベルに喋っちゃってんけど、オチとかなんか流れとか考えるようになってから一時期めっちゃ喋られへんかった。あ、考えるようになっても難しいですね。うん、最近は何も考えてないけど。いやいや、でもなんかもうこの前ナンバラエティ出て思いました。なんかテンポ感がめっちゃすごいなって思って、うん、あ、テンポ感はな、もう慣れよね。早いって言われる。でもめっちゃテンポ、そうですかね、うん、早いっていうか早いから多分チーム M が早いんよ。
で、チーム M が早いから、で、チーム N はどっちかっていうと、トークで、勝負してるイメージがあって、チーム M は勢いと、その個性とかキャラとかで、なんかやってるから、チーム M のトークの勢いに、なんか、あんま入られへんみたいな雰囲気がランバラエティになっちゃうから、ああ。その辺は気をつけようってめっちゃ思う。やっぱ B2 の子たちはさ、真面目に絶対トークしてるやん。その子たちを一緒に巻き込めるような空気を作らなあかんなっていうのは結構、あれかも。もう暴走しちゃうタイプやからさ。それはちょっと違うから。テンポも大事やけど、みんなでやることも結構大事やなって最近思う。なるほど。え、めっちゃちゃんと考え、ね、考えられてて。考えてるけど、それがはっきりきてるか分からない。そうやな。やっぱまあ、そこは考えるかも、でも、やっぱり。トークの内容とかは、あんま考えないタイプだけど。なんかその場の。だから考えていっても私、全部逆転されちゃうタイプで、なんか雰囲気と勢いで。そう、だからあんま考えへんかな。なに、MC はどう、うん、真面目系 ?MC は、いや、なんかこう、ツッコミとか、結構考えたりするんですけど、考えちゃうとセリフっぽくなって。ああ。で、それをよく突っ込まれます。マナミンとかに。あ、そうなんや。そうだな。確かに。でも、慣れてきたらその場で喋れるようになるよ。ね、MC めっちゃ課題です、今。研究生の時は MC 課題かも。でもなんか、研究生の時に、それこそワカポンとかが、ガポンとかレイコちゃんあたりかな、とかまあ他のメンバーも卒業してたメンバーとかもいたけど、なんか研究生講演を積み重ねていくごとに、なんか今日のこの言葉面白かったとかが、マネージャーされてくれるようになってきて、ダンスの先生とかも、今日のなんか あのワカポンのここのセリフが良かったとか、それでみんなたち燃えてて頑張ったかも MC 悔しいで、めっちゃ負けず嫌いのメンバー多かったから、そこで悔しいってなって、みんななんか MC めっちゃ頑張ってた。私たちまだ褒められたことないです、MC で。いや、褒められ、1年も経ったぐらいやと思う、褒められて。で、誰かがね、ピーって出てきたら、めっちゃみんなもっと燃えると思う。燃えて。上がっていくと思う。何回照明を切られるかが勝負だよって言ってます。一生目ファンの方が。あ、そうなんや。照明を。照明はちょっと難しいと思うよ。なかなかね、多分キッシーいい人とキッシー赤い人みたいなのあると思うし、でもその空気も多分やっぱ発信していかなきゃ、大人が見てくれたら勝ちやから、絶対、それもあるかも。トークとかもね、絶対なんか分かれるかもね、やっぱしっかりしてたら、どっちかっていうとバラエティーとかに呼んでもらいやすいし、真面目な、逆にめっちゃはっちゃけてたり個性があったりしたら、なんかそういう系のバラエティ呼んでもらいやすいから、なんかどっちかに送った方がなんかいいんじゃないかなって今になって思う。分析されてますね、めっちゃ。そうね、私結構、あ、今日も16時からあるんですけど、めっちゃ土曜はダメように出たかってん、ずっと。で、土曜はダメように出るためには、なんか、土曜はダメだってレギュラーいんねんけど、ちょうどそろそろ出れそうな時に、出れそうな時期っていうか、出れそうな年になってきたというか、ないの、ね、歴になってきた時に、どうやったら出させてもらえるやろって思った時に、とりあえず MC で出現をしない。あ、テレビで出現したら絶対終わりやから、MC でとりあえず出現しないのと、やっぱテレビ局行くのには礼儀が必要だから、礼儀とか。なんか、あとちょっと抜けてるとか、そっちに MC の方向を持っていった時ぐらいから滑りキャラが出てできてきたけど、テレビでまだ滑られへんから、ちょっとまだ課題やね。めっちゃ難しいけど、なんかそういう分析は結構好きなタイプやった。すごい。今になってしててよかったなってめっちゃ思う。だから、なんかそういうのしてたら意外と MC の方向性とかも決まってくるかも。なるほど。まとめ役やから逆にさ、滑りにくくない？そうですよ。でもこの前、もうファンの方、誰も笑わないから、シーンってなるムードありました。
でそれを周りがそれってさ自分でなんとかできるようになったらめっちゃ強いと思うねん。自分でなんとかできるようになったらもう絶対一人でも仕事していける。一人で一人で仕事していくには自分の滑りを回収できるようになるから。めっちゃおもろいこと話を一人で全部渚さんみたいに一人で全部話を言うか、うんうん、オチまで全部持っていけるかみたいな、うんうん、私はまだどっちかっていうと一回失言っていうかシーンってなったら周りが助けてくれる環境に入れるかな、うん、だから意外と、ま、周りによろしくって言っとくのも大事かもそうですね、うん、れいこちゃんとも結構やるかも。これ言うの考えといてみたいな、れいこちゃんもこれ言うからなんかやってみたいな、最後までオチは決めとかへんけど、うんうん、これ言うからみたいなことは結構2人では話し合ったりする。ナンバラは、なんか初めの方は、うん、ツッコミ役に回りたくて、よあるよな、わかる。でもその時期で来るで、やってみると、うん、全然できなくて、うん、もう自分はボケの方が向いてんのかなって思ってます。ボケ出すぎたらエネルギー渋滞しだすからな、ボケツッコミに行けたらさ、多分めちゃくちゃ強いと思う。ね、なかなか難しいよな、ツッコミって、うん。メンバーのこともよく知っとかなあかんし、うん、言葉遣いがさ、なんていうの、うんうん、結構ツッコんだら強くなっちゃうタイプとか、うんうんうん、言葉が強くなっちゃうタイプやから、あんま、ママともよく話してんけど、ツッコんだあかんって言われんやから。可愛さが欠けるみたいな。うん、でもそれをなんかうまいこと突っ込める人っているやん。ミカニャとか、レイコちゃんもそうやけど、マカポンとか、うんうん。なんかそうなれたらめちゃくちゃ強いと思う。ね、うん、頭の回転力もいりますよね。いる。ボケるなんてもう回転の彼女もいらんから。ボケる時は。という面では、キウキはマナミンがめっちゃうまいです。あ、マナミンなんかボソって言うやんな、なんか。ボソっておもろいこと言います。言ってた、なんか。あの、梅屋のココナちゃんタイプやわ。ボソって言ってめっちゃおもろいから。ミカナとかね、そういうタイプ。でも大事よ。でも増えてきそう。マナミンが、そうやってたら、うんうん、みんななんか真似して、増えてきそうやけどね。ね、もうなんか個性が渋滞しすぎて、キウキは。うんうんうん。多分それを回収する人がいるんです。偉い。それは大丈夫。もうできてるよ。確かにこれ以上ボケ増やしたらレイコちゃんの負担が大きくなるね確かにレイコちゃんもめっちゃ頭回転させるっていつも言ってる。いやすごい、なんかテンポ感がすごいなって思って、この前、うん、ナンバラ一緒に出させてもらった時も言いました、うんうんうん、あそうなんや、 MC のテンポ感。でも昔はめっちゃ考えてたかも、 MC のテンポ感。今は多分自然にもできるようになってるけど、うんうんうん、空白の時間っていらんかったりするから、うん、それはどう埋めようかって言ったときに、レイコちゃん、相づちがめちゃくちゃうまい。うん。ああ、確かに。もう全部相づちしてくれるから。うんうんうん。レイコちゃんがいれば、むし、あの、止まってる時間ないんちゃうかっていうぐらい。ほら。うん。からすごいなって、そこは私も尊敬してる。ね、間が、ほんまに、キウキもよく言われます。なんか、うん、あそこの間絶対いらんかったやろ、みたいな。うん、確かに。でも全員が喋り出してもね、難しいもんね。そうなんです。あってな。難しいかも。確かにね。でも私も課題やわ、まだまだ。いやいや。いやいや。まあ、あとは私は今後輩をツッコミ役、誰を育てようか迷ってるぐらい。後輩、ぜひ、まなみを。そう、まなみにしようかな、ちょっと。まなみもちょっといいと、あの、言うとくわ。そのツッコミ担当に。結構そういうのも大事。うちは今日突っ込んでくれる人おらんなみたいな。うんうん。レイコちゃんがいたらもう出た突っ込んでくれる。レイコちゃんとかチヒさんとかやったら突っ込んでくれるから。うん、もうめちゃ何も言わへんけど、ほんまに誰もおらんな、こう今日の MC だったから。これ言ってくれへんみたいな。あとこういうの言っていいからみたいな。うんうん、先に言える環境にはしとくかも。なんか後輩とかあの。出口って全然言っていいからみたいな。結構優しい、うん、なんかそっちの方が私もやりやすいから、うん、そう、なんかそういうのも大事かも。 MC ってね、意外と練習必要かもね。ね、難しいです、うんうん、でもやってた。キュウキちゃん公演前めっちゃ MC 考えてるイメージ。そうなんです。最近その、うん、みんなで公演前に
うん、MC の話題について話すんです。うんうんうん、なんかそれ見てて懐かしいなとかめっちゃ思った。大事やと思う、めちゃくちゃ。なんかこのこういうことを言ってこういうことを言うって全部流れを全部考えるのか、うん、そのある程度決めて考えない方が自然になるかっていうのもみんなで話してます。どっちがいいんやろ。あ、難しいなそれは。うん、それを全部考えて台本っぽくならへんにやったらいいと思うけど、うんうん、GMM は多分私はいつもやるのは何喋るか聞いといて、うんうん、で組み合わせを考える。うーん、自分がどうしたら誰をオチに持ってったら自分がまとめやすいかとか、うんうんうん、なんか最初真面目な話の声を先やってみたいな、うん、でちょっと変な声入れて、でちょっと後輩ちゃん挟んで、で最後ちょっと大物みたいな、ミーキさんみたいなのをある程度聞いといて自分で流れ変えてみたいな。あとこの子とこの子くっつけれて話せるなとか。あ、で私はだから全部決めへんかも、全部聞かへん。あと、最後どう喋るぐらい。うん、かな。でも分からへん、全部聞いといた方がやりやすいっていう子もいると思う。ね、難しいですね。うん、難しいね。確かに、なんか私もでも締めがめっちゃ苦手で、いまだに締めちゃんとうまくいったことない。そうなんです、締め難しいですよね。難しい締めいつもできひんねってもう最近は言われる。ええー、MC 中に、あ、まだできひんかったねって締められへんかったらできませんでした。そう、でもそれも環境が本当にやってくれてるから、なんかね、いい役割担当がキキちゃんの中でできたらね、なんか、もしかしてやりやすいかも。うんうんうん。MC よくしようっていうよりは、私はどっちかというと、みんながやりやすい MC をファンの人に届けるって感じかも。ギクシャクしてるより、みんなが自然に笑ってた方が、多分ファンの人も嬉しいから。うんうん。そっちかも。だって私に絶対面白いこと求めてないし。そう。ってかな。難しいけど。難しいですね。MC に正解はないよ絶対、ね、でもなんかこうめっちゃファンの方がめっちゃ温かくて、うんうん、ね、なんか何言ってもめっちゃ笑ってくださってありがたいです。ああ、それはそれは本当にね、もうありがたいと思う。ありがたいですよね。うん、大事。ファンの方もね、やっぱそうやってやってくれるってすごい、私たちもね支えられると思うし。でも確かに初めてチーム M 来た時は、うん、もうファンの人の笑う層のレベルが高すぎて、なんかそこで一回、あ、頑張らなって思ったイメージ。CMM のトークのレベルが高かった。うんうんうん、なんかやっぱ研究生で通用してたことが、その時通用しひんくって、うん、その時も結局先輩に助けられてなんとかなったけど、うん、なんかまたぎって必要やなってめっちゃ思ったの。ね、ほんまにめっちゃ勉強になりました、この前も。あ、ほんま。よかった。なんか、ちゃんとできてたかなって自分たちも心配になる、たまに。なんかもう、この前も、MC で、なんか緊張しすぎて、うんうんうん。振られた時しか喋れなくて。ああ、そうね、最初はそうよね。めっちゃ後悔。みんな思、それを知ってるから、うんうん。自分たちも絶対そうやったから、多分みんな、振るんやと思う最初は。なんか私もそうやったなって今思う。全然喋られへんかったけど、けど自分から喋るようになったらこの子喋れるっていうのを先輩たちにもなるから、うん、振ってもらいやすくなるし、うん、なんかガツガツ喋ってほしいなって思うかも。なんか失敗しても、うん、全然大丈夫。あれもめっちゃ失敗してるから。ほんまにめっちゃシーンっていろんな声でさせてるけど、それも経験、メンタル強くなるし。メンタル強くしていきます。自分から喋ること意外と大事かも ね、 次また出してもらえるときあったらガツガツいけるように。どうしよう、目標にしよう。なんかたまに言ってたかも、なんか今日、うん、絶対に会話喋るとか自分で目標とか。うん、なんか先輩のトークもさ入られへんかったりするけど、テンポ早すぎて、私もその時テンポ早いなと思ってたから、
なるべく2、3句言葉は言うみたいな、自分から目標を立ててやってた。そうそう、大事かもね、目標を立てて。目標を結構立ててるタイプやった。モバメとかに毎日送ってたかも。へ、うん、今日はこれ頑張りますみたいな。そう、この曲今日気合い入れるので見ててくださいみたいな。気合いっていうか、うん、なんか一気に全部上手になれることってできひんなって思ってた、うんうん、だから1ヶ月に1回この曲って決めてずっと練習してた、その曲を。へ、すごい。そうやね、結構それを結構ファンの方に言ったかも。今月はかっこいい曲ウィーク、かっこいい曲モースで回すみたいな。そうそう、すごい。そう、結構こういうなんていうの、勘でできひんタイプかも。考えてやるのできひんタイプやったから、結構考えてやってたかも。すごい、なんかいいですね、絞って。そう、でもそしたらファンの方も見てくれるから、うん、結構ファンの方って見てくれてるんやなって、そういう時に気づくような、なんか、ここ良くなったねとか、うんうんうん、ここ良くなったねとか、なんか逆にたまに言わへんかって、自分の中で勝手に決めてて、うん、で、ファンの方に気づいてもらった時とか、うんうんうん、今日のこの曲良くなってたよみたいな、うんうん、言われたら、めっちゃ嬉しかったから、それをめっちゃ達成感とか、ファンの方の言葉を目標にして、するようにしてたらめっちゃ楽しかった、公演が。でも確かに私もなんか自分では気づけてなかったところをめっちゃなんか褒めてもらって、うん、ここ良かったんやーって嬉しくなります、うんうん、だから大事、めっちゃファンの方の言葉ってすごい大事やなってです。でも思うかな。なんかね、ファンの方はなんかたまに心配になるかもしれへんけど、うん、心配っていうか会えてなかったりしたらさ、うんうん、届いてるかなって思って買う人もいるかもしれへんけど、結構届いてますっていう届いてます届いてますまあでもキューキちゃんか、なんかやっぱ公演とかめっちゃ暑いなって思う。本当ですか。うん、なんかいいなって、研究生にしか出せない暑さというかフレッシュさというか、うんうんうん、ラブキャラがなんかみんなキラキラしてるなって思う、まあ、先輩とかも多分思ってると思う、頑張らなって思ってると思う。うん、大事。なんかこの前もライブで私たちがやってる曲と同じ曲を結構 やられてて、不毛とか、あーそう、命のへそとか、あーそれで全然私たち違うやんって話をみんなでしてました。あでもそのなんかリハ映像とかを見返すのもめっちゃ大事かも、先輩の、うん、私もなんかあったな、なんかそれこそめっちゃ先輩のリハ映像勝手に保存して見てた結構そういうの結構好きなタイプで、うんうんうん、なんかこの人のこの踊り方めっちゃ好きとか、うん、やるタイプだから、結構踊り方とかはいろんな人真似してたかも。ミルさんがやってる振りというか、うん、映像は自分出てないけど勝手に保存してずっと見てた、そう、なんかでダンスの先生とかに、うん、ミルちゃん意識したとか言われたらめっちゃ嬉しくなるタイプやった、だからシーズゴーンとか、うん、ウーカさんとミルさんでやってたやつと、うん、ルさん、ウーカさんとユミさん出てたやつがあるんだけど、うんうん、それも出てないけど勝手に保存して見てる、ずっと今でも。この前ライブで、あの次世代コンサートで夢逃げやって、うん、あやってたね、やってたね、え初めてやったよね夢逃げ。そうなんですね、意外、めっちゃ研究生一番最初にするイメージやけど、私たちもお披露目曲が絶対夢逃げやろうって予想してたら、あそうまさかの何倍で何倍やと思うなレベル高かって思うと思う、何倍最初にするやみたいな、むずないあれ、え難しいですな、いつ、あ何倍か、何倍公演のやつ時か、で、あの夢逃げの資料が、うん、あのドラフト3期生さんと6期生さんの振り入れの動画らしくて、振り入れの時の。そうやで、もうあれ変えたいねんけど。で、私めっちゃユイナさん探してました。ほんま、やばいやん、もう。ほんまに変えたい。もうずっと夢逃げの資料がドラさん6期の振り入れの瞬間やわ。
もっといいのあるってっていつも思っちゃうあれ。え、でも、あきら先生がめっちゃ、なんか、ここの気をつけるポイントをめっちゃ世間言でってる。あるから、めっちゃ覚えてます。耳に残って。そうやね。あの時めっちゃ懐かしいわ。あれな、でもちょっと、あれともう一つちゃんと踊ってるやつ、振り入れ動画に入れたい。あれ、ちょっと参考にならなさすぎて、ちょっと申し訳ないなって。もそう、めちゃでもめち確ゃキレキレでしたよ、皆さん。かに、みんなあの時、そうそう。初日の2日か3日前ぐらいに入れたイメージやな、あれ。え、そうなんですか。全然、なんか、オリジナル曲がもらえますみたいなのも、あんま聞いてなかった気がする。なんか、1曲だけ空いててん、ずっと。セトリが。そう、セットリストの中で。なんやろうって話してたら、オリジナル曲もらえますみたいな。なって、公演のタイトルになりますみたいな。だから、あの曲、いっちゃみんな気合入ってやってるから、気合だけがある動画やと思う。なんか、すごい。そう。ね、ファンの方も絶対見たいですよね。やばいですよ、本当に。やばいと思います。でも確かに、いつか見せれるんちゃうかな。なんか、別に、あきら先生が叫んでるっていうのを許可取れば。キラ先生がめっちゃ叫んでます。めっちゃ叫んでんねん、あの動画。私たちの声より叫んでるから。もう、いや、恥ずかしい。スクラップ&ビルドとかも、怒られた後に多分撮ってたりするから。転石もか、転がる石になりも。だからみんなめっちゃ叫んでんねん、歌ってるっていうより。そう、だからそれを、まだフリー V として参考動画にされてるのがすごく恥ずかしい。転がる石になれとかやったことないから、まだ見たことないです。いや、やばいよ。みたいです。あれが一番怒られた。ええー。ただ上にパンチするだけやのに。めっちゃ怒られた、あの曲。懐かしいよ。それで覚えちゃうもん。怒られた曲を。はい、みたいな。なんか夢逃げ見に行ってた時の、見に行ってたん？見に行ってたんですよ。ええー、いめつちゃ行っめちゃ。もう、一番見に行ってました。公園の中で。そうなんや。なんか、自分の見てた裏側で、こんな行われてたんやって、勝手にオタク目線になって見ちゃいます、だから。そうやな。夢見でな。一番オーディションとかしたかも。すごい。懐かしいね。でもこの前それこそ冠ライブやって、ワンハーフとか半分にしてやったの見つかってんけど、それでめっちゃしんどかったから、無理やーと思って。ようやってたなーと思って。結構体力は必要だったけど。研究生の声も今体力必要なんちゃう？もうやばいです。よな。研究生公演ってそういうイメージあるわ。なんかめちゃくちゃ体力使うというか、なんか、研究生公演やってたら、多分大丈夫。体力は。これからも。これからそれも。まで、大丈夫。ね、年齢とともに落ちていくけど。大丈夫、それは。もう序盤三脚からもうやばいです。汗がもそうよね。う、あって。顔で何かけるもんな。みたいな。自分の汗で溺れるもん。溺れるみたいな。溺れんね。そう。息できひんみたいな。たまにある。ボタボタ。ポタポタと。でも世代交代ね。何の曲が一番好き？何の曲？でもやっぱり1曲目のああ。ジェネレーションチェンジ。初めて聞いてん、あれ。いい な。あめっちゃ好きです。歌詞とかも。れ、すごいいいと思う。ね、またいつかまたいでください、ゆいなさん。ちょっと考えとくわ。ちょっと、1個目の曲だけ歌える自信ないわ。そうやな。でも、やっとこ曲、やっとこだる曲、あんまないよな。結構レアな曲多いよな。そうですね、結構 AKB さんの曲とかもあったりとかして。ね、多いイメージあるわ。シングルやってる？なんか。シングル、カモネギやってまあ、す。そうや。でもなんかオリジナルダンスがあんねやんあ、な。そうなんです。ダンスリミックスバージョンなんです。じゃできへんわ。どうもできへんわ。どうしよう。山のソフトクリームやったことないしな、私。あ、そうなんですか。やったことないの。
やったことある曲ないんちゃうかな。それこそ不毛ぐらい。うん。ちょっとあれフルはもう無理かな。え、ゆいなさんの世代交代みたいです。ほんまに？いや、一番汗かいてると思う。ね、いつか。そうね、最近またぐっていうのあんましへんからな。そうだ、なんばらまたぎじゃないもんな。またぐってちょっと緊張するもんな。なんばらいっていうのはまたぐにならないんですか？そう、あれ全員がやってる公演やから。一応、もう決めてて、またぎ出演っていう枠にはしてなくて。NNB 全員が出れる公演やと、私は勝手に解釈してるから。それをちょっと大人に言って、これは全員出れる公演なんで、またぎって言わないですって、自分で言った。そう。なんか、そうやって、ファン投票やから、あの公演、うんうん。ファンの方に決めてもらった公演やから、うん、なんか、出れる、出ないは、まあ、大人とか、まあ、メンバーの意思で決めてると思うけど、うん、でも全員が出れる環境である公演やから、あんまり、またぎとは言わないから、うん、初日のメンバーしか紹介してない。ああ。そう、この人またぎ出演ですとは言ってない。オリジナルメンツじゃなくても、うん、言ってない。から、まあ、自己紹介とかで、うん、あの、こういうの言ってくださいとか言うのも、もうメンバーに任せてる。ああ。まあ、言った方がいいっちゃうとは言う。研究するときは、いろんな声出るときに、こうやって言ってくださいっていうのを、私にも言ってたから、うんうん、まあ、いろんな声出た方がいいと思うから言った方がいいんちゃうと言うけど、うんうん、まあ、それ以外はもう、あんま、だから MC とかも意外と、緊急生かハテナとかあんま考えてないかも。みんなでやってる声やって感じかも。そう、だから、そうだな、またぎとも思って、だから次分かったん出ても、またぎじゃない。そう、メンバー、みたいな。感じか、うん、頑張ります。だから回数が多いか少ないかみたいな、初日じゃないかぐらいの違いけど、それもあんま何やろ、差つけたくなくて、うんうんうん、初日目やからできるできないとかよりもなんかみんなができてほしいから、うんうん、まあまあまたぎとか言わへんかな。なるほど。だから逆に初日目が絶対出なあかんとか決まってないから、うん、多分出てほしいなってめっちゃ思ってる私は。なんか次に一回初日面全員出れたらいいなぐらい。そう。っていう目標でやってるから私は今。あ、そういろんな、そう、キューキちゃんとか、出てほしいなって思う、ね。みんな出たいって言ってます。うん、出てほしい。やっぱ、バラエティの公演やから、なんか、初期の頃からね、そういう公演出てた方が、頭使うけど、うん、めっちゃ大事やと思う。メンバー全員言ってる。まだ初日面の、私でもめっちゃ緊張するあの公演。ああ、そうなんですね。緊張、毎回違うから。ま、伸び伸びはやってるけど、うんうん、やっぱ緊張するかも。絶対役割があるっていう公演ってなかなかないから。うんうんうん。MC の役割とか、うんうん、まあ、セリフとかもあるし、煽りもあるし、うんうん、絶対全員が回って、初日以外の子は全員回ってくるようにしてて、今。あ、そうなんですね。そう、だから絶対次回ってくる。やばい。うん、ゴリラか、アオリとか、この前ホノピやってたけど。だなんかそういう考える時間が絶対、まあ私たちもそうやし、研究者の子も絶対大事やから、うん、なんかそれは、みんな言ってる、ケイトも言ってる。もうどうしようって。今日できるから。でもそれが結構大事なんやろうなって思うから、いろんなメンバーに出てほしいなって私は思うから。出てほしいよ。みんなで一緒に緊張したい。そう。まだあの MC、うん、うん、いよいよ。曲紹介の一部も緊張します。うん、確かに。あれな、私も言われへん。でも曲紹介、曲振りとかももっとなんかアレンジできるようになったら、自分自身は思う。アレンジできたらいいなって。語彙力ないからさ、私。うんうん、なかなか締めの言葉とかうまくいかへんけど、やっぱ語彙力あるメンバーはすごいこと言うからさね。意外と心身とかのほほんってしてるように見えて、なんか絶対 MC のトークテーマから締めの言葉までめっちゃなんか辻褄が合うというか、
わかりやすいねんな、シンシンの。シンシンの MC、私めっちゃ好きやねん。なんか、一番参考になると思う。うん。うん。決めとかめっちゃうまい。見てみます。うん。めっちゃうまい、あの子。あんま本人言ったことないけど。なんかめっちゃ意外とっていうのは、のほほんってしゅうに見えるやん、あの子。そうですね。結構、何も考えてないって思、なんか思われがちやと思うけど。結構しっかり考えてるから、後輩ちゃん見てほしいなって思う。可愛いだけじゃないっていう。そうですね、もう、うん、めっちゃうまいあの子。おもろいし。おもろいですね。うん、おもろいあの子。私はめっちゃナンバラで押してます。練習を。もっとあのゴリラやってほしい。ゴリラ。真摯に。いや、ゴリラ私、うまくできる自信ないです。絶対すぐ回ってくるで、ゴリラは。多分一番アンダーで、二日目の子は絶対ゴリラ回ってくると思う。え、じゃあ私次ですか？多分次出たら、二回目の子と被らんかったらなるんちゃうかな。一番だって役割としては、まあ、簡単で言ったらあれやけど、まあ、バラエティーじゃん。確かに。殻を破る場所やと思ってるから。次出たら、次か次の次、回ってくると思います。やっぱ皆さん私のゴリラ見に来てください。はい、練習したいって。うん。そうそう。すぐ回ってくるよ。意外とね。なんか振り切る力もつきそうですね。これ、あれ。もう、ぜひ、新澤奈央ちゃんのゴリラを見てほしいです。でもゴリラもめっちゃ尺長いから、うん、みんな結構テーマとか決めたりしてるかも。最初はこういう感じでみたいな。こう、だから私も決めてたから、最初は、うんうん、ウィンクの時にめっちゃゴリラやってたから、うんうん、普通にあんまちゃんとゴリラじゃないゴリラして、なんか、やらへんのかいみたいな感じで空気作っての最後でちゃんとするみたいな。流れを。そう、結構流れを考えながらゴリラしてる。すごい。あ、フィロもね、フィロもちゃんとするゴリラ。え、カレンさんのゴリラ見たことないです。結構すぐやった、ナンバライ始まって。え、見たい。しかも、ゴリラでいいって言ったら、あんよみたいな。えなんてあの子。あれめっちゃ意外です。うん。ちゃんとやる、あの子は。手足長いからめっちゃおもろい。めっちゃ手足長いですよね。ほんま長い。もう加入当初から長いもん。だってもう多分私の足 1.5 倍ぐらいあると思いますね。ほんまにそうよな。よく並びたくないレベル長いから。リハの時とかもずっと足見ちゃいます、カレンさんの。ねえ。めっちゃ綺麗よな。めっちゃ綺麗です。な。でも家族で一番低いって言ってた。え？うん。そうなんですか？カレン低い方やねんって。え？じゃあもっと、そう。長い方がいるの？いるかも。会ったことないからわからん。話的にはそうらしい。すごい。そう。そうそう。だから、メンバーはいろんな知らない一面いっぱいあるからね。もっと、もろいよな。ね。うん。まだ全然、うんうんうん。いよいよ。まだ全然、その、うん、この前初めて公演に一緒に出させてもらったから、全然まだ先輩メンバーさんのこと全然知れてないから。そうやな。もっと、いいよな、お話ししたりしてみたいです。みんなな、多分な、話しかけたらな喋んねんけど、 NNP 人見知り多いからドラさんロッキーとかめっちゃ人見知り多いもうそんなみたいな。そんな最初もそうやったもん、お互い人見知りやったから。いや、私も全然話しかけに行けないです、緊張して。ああ、そうよな。絶対みんな喋ってくれるよ。頑張って喋りに行きます。うん、あとでもやっぱまたぐことって必要かも。うん。でも私も結局、先輩と仲良くなったのは、同じチームになってからとかかな。うん。なんかやっぱ、良くしてもらうのと仲良くなるのって違うやん。うんうん。研究生の時は、やっぱいっぱい待たれてたけど、まあ、とりあえずまず先輩にキャラを覚えてもらうっていうのと、うんうん、やっぱどうやって、なんていうの？いじってもらうかとか、うんうん。なんか、やっぱそういう公演面になっちゃったけど、深く仲良くなるのは、やっぱ一緒のチームになってからとかかなって思う。ああ。なんかやっぱ一緒のチームだったら、一緒にいる時間めっちゃ長いから。うん。そうそう。なんかそういう面では、
それこそしおりさんとか、うんうん、ずっと一緒やから、なんか、なんやかんや。あ、そうなんですか。めっちゃ勝手に自然に仲良くなっていく。もう、なんでやろうっていうぐらい。それ以外、チームじゃなくて仲良くなるんやったら、もう意図的に会って遊ばないと、多分仲良くならへんのんちゃうかなって。うんうん、仲良くはなるけど、深くはいかんのんちゃうかなって思うかも。うんうんうん、なんか結構、またぐことって大事。頑張ります。私、ゆうみさんとかも、またいでて私のこと知ってもらってたけど、うんうん、またいで知ってたり、まあ、お互いまたぎ合って、結構喋れるようになったけど、うん、もう相談とか深く語るとかは、もうアンダーライブの時くらいかも。ああ。うん。そっから、なんかお互いめっちゃあの、テンション上がってわーって喋ることは今まであったけど、うんうん、深い話するってなったら、やっぱ一緒の時間過ごしてた方がやっぱ喋りやすいんやんなって、同じ苦悩というか、悩みも絶対持つし、うんうんうん。そういう面では結構、クラス替えって大事かも。クラス替え。大学学のことをクラス替えっていうメンバーちょっとどうかと思うけど。そう、結構ね。逆にうーかさんとか私結構うーかさんに遊びに行きましょうとか言ってたから、うんうんうん、仲良くなったけど、チーム一緒になったことないね。え、そうなんですか？なったことないけどよくしてもらってるのは、もう遊びに行きましょうってめっちゃなんか言ってたから、そうそう、またぐのめっちゃ大事。ゆいなさんのコミュ力がもう羨ましいです。そうね、コミュ力はなぁ。なんか、やっぱ裏というか楽屋で喋っとかないと、絶対、なんか先輩方も喋りにくいかなとかも思うから、うんうん、なんかとりあえず、そう、MC を上達するコツとして、なんか昔先輩に言われたことは、お互いのことを知ることって言われたかも。だから、なんか裏でできることはした方がいいかなって。ナンバロの時も言われたな、それ。やっぱいろんなチームの子たちがガッチャンコしてるから、うんうん、お互い知らない部分もいっぱいあるから、うんうん、みんなでお弁当を食べたりしてくれてた。渋谷チームの時、研究生と。それこそアンチさんとかが、一緒にご飯食べようって言ってくれて。うんうん、みんなでご飯食べながら、やったり、一緒にショールームしたりしてたから、なんかそういう時間って結構大事かも。うん。私もだから、まあ、いたらショールーム一緒にしたいなって思うタイプ。うん。うん、大事。じゃあまた一緒に。うん。しよう。勝手にしてたから、ぜひ入ってきて。そう。でも、そうやってコミュニケーション取れたらね。取らな取らなと思うんでいいと思うだから。うん。いつかできるよ、絶対。ね、また、ラビーグルメも。ね、行こう。行ってください。マジ、私、後輩とちゃんと行けた形跡って片手でしか数えられへんけど。お前、取ってくれたら全然行くから。ラビーグルメの大ファンなんで、うん、いつか連れてってください。連れて行きます。おごらせてください。嬉しい。全然。確かに。うちずっと喋ってましたね。ごめんなさい。喋りすぎた、喋りすぎた。コラボというより対談になってる。え、確かに対談になっちゃった。そうね、勉強になりました。ほんまに。喋りすぎちゃったんで、次の若たんの配信で皆さんいっぱい若たんの話聞いてください。いやいやいや。ありがとうございます。いや、こちらこそ誘ってくれてありがとう。いやー、お忙しいのに。え、全然全然。そんなことないです。じゃあ、ちょっとランキングを見たいと思います。読んで。私は投票機能にしてるからランキングがないんで読んで。13位、翔さん、ありがとうございます。さん、ありがとう。12位、浜野さん、ありがとうございます。 ありがとう。11位、ハートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、シロさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、ケンちゃん、ありがとうございます。ケンちゃん、ありがとうございます。8位、ナルマーさん、ありがとうございます。ありがとう。7位、チキンナンバさん、ありがとうございます。美味しそう。お腹空いてきましたね。な、空いてくるな。6位、タムキョンさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、徳島カズさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、カニさん、ありがとうございます。ありがとう、カニ。3位、マルルさん、ありがとうございます。2位、シンさん、ありがとうございます。
1位は、でるるるるるるでん、コジーさん、ありがとうございます。コジー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、コジー。おめ、おめ、おめ、おめ。おめ。1おめ。ありがとう、ほんまに。ありがとうございます、ゆいなさんも。ありがとう。皆さんもありがとうございます。いや、嬉しいよ、朝から。いや、ありがとうございます。頑張ってね。頑張ります。はい、いいんだ。また、ゆいなさんの公演も出れるように頑張ります。レオン一緒に。B2 もぜひまたいで。ねえ、頑張ります。私も頑張ります。待ってる。いや、いっぱい話聞けて楽しかったです。まあ、よかった。喋りすぎたなって思うけど。いやいやいや。よかったです。またやろうな、一緒に。ね、お願いします。うん、今はな、ですか。はい、ちゃんと時間やりや。あと、勝手に切ってな。ありがとうございます。私、ちょっと切るかタイミング全然わからんから。ね、私のファンの皆さんも、ゆいなさんの知らないこと知れてよかったって言ってました。ほんまに。よかったです、それは。そう、よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。あっという間でした。1時間。ね、1時間。いや、でも嬉しいよ。こうやってショールームできて。私も本当にありがとうございます。ちゃんと頑張ってね、あとちょっと。頑張ります。あと、皆さんも頑張って。大変やと思うけど。ねえ。皆さんありがとうございます。あとどんぐらいやろ。わからんな。なんかしとこう。早起き締めに来てくれた。ありがとう、みんな。ありがとうございます。お品集めを拝見です。ありがとうございます。青原若さんが完全にファンでしたねって言われてます。あ、そうなんや。嬉しい、でもこんなに言ってくれるの。もう大好きです。私も自信になります。これからも。あと、アップダンプや。1分です。1分。大事ですから。あの、ショールームのな、秒数も大事やから。あ、何秒？ギリギリまでした方がいい。うんうん、あの、配信時間見れるから、1日の。え、そうなんですか、うん、だからそこでたまに微調整できる。秒数知らなかった。後で見てみます。見てみて。1日であるから、1日単位で。見ます。ありがとうございます。本当に来てくださって。またね。頑張ってね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。カニ。あと何秒で。スクショタイムしとこうじゃ。今さら。ダメ会になってます。うん。タイム。で、勝手に、時間だったら、ぜひ切ってください。あ、お時間です、そのことです。はい、ありがとうございました。またねー。バイバーイ。ありがとうございました。頑張ってねー。ありがとうございました。